それではベストプラクティスインウェブ API クライアントデベロップメントってタイトルで発表させていただきます。でこのスライドはすでに公開済みで URL をツイッターにシェアしてるんでもし後ろの方の席でなんかスライドの下の方とか見づらいっていう場合には手元の PC とかスマホでスライドを開いてご覧ください。Hello?My name is Go.My name is Go. My name is Go. から日本語で失礼します。<laughs> 僕の名前は誠意を4。5と言います。で、名前の号の部分を漢字で書くと赤丸で囲んだような字になります。で、この号は英語で言うとストロングって意味です。で、インターネット上では聖445というハンドルネームで活動しています。で、プライベートなことで恐縮なんですけども、実は先週誕生日でした。 歳歳から37歳になりましたで。ルビー歴が7年ぐらいでゴーラン歴が4年ぐらいでゴー歴37年です。ジェいるテクニカルジョーク。でゴー歴37年っていうのはおそらくここにいる人の中で一番長いと思います。で出身は実はこの福岡県で生まれてからずっとこの福岡県に住んでいました。で 福岡で生まれ育った自分がこの福岡のルビー会議という場に立てです。今はすごい嬉しいですで。社会人になってから東京に移って、今はピクシブというところで働いていますで。定期的に参加しているコミュニティは主にこの辺で、渋谷 RB、表参道 RB、新宿 RB、目黒 RB などに参加しています。実は5年前にルビー会社として選出されて、そのとカ r ルビー会議で表彰されたりもしてました。 で、カジャっていうのは、まあ、そのコミュニティの中の生きのいい若手というような意味です。で、僕は自分をたくさん作っていて、OSS だけでもだいたい50個ぐらい。で、OSS になってないものも入れたらだいたい7、80個ぐらい作ってきたと思います。で、代表作はプリキュアの Ruby 実装の Ruby キュアで、r ビキュアです。で、プリキュアっていうのは日本で一番有名なバトルヒロインのことです。で、まあ、その他メジャーどころだとプロビジョニングツールの板前だったり、 チャットワークの API クライアントのメンテナーなどもやっています。で次に自分が所属している p i x i v の紹介をしたいと思います。p i x i v というのは世界中のクリエイターにとって創作活動が楽しくなるためのプラットフォームやコンテンツサービスを提供している会社です。で東京と福岡に拠点があって今回の Ruby 会議のシルバースポンサーもやっています。 で、よく聞かれる質問として、ピクシブって PHP の会社じゃないのっていうのをよく聞かれます。しかし、実際会社全体で見ると Ruby を使っているサービスの方が多いです。大体いい会社全体として Ruby が6割ぐらいで PHP が4割ぐらいです。なので Ruby と PHP の会社という言い方の方が正しいです。次に僕のピクシブでの仕事について紹介します。 SUE と SRE って似てますよね <laughs> なので SRE に似ている仕事をやっています主にアプリとかライブラリとかインフラとか CI とかサーバーサイドを浅く広く大体いいやっています板前のメンテナーなんですけどもアンシブルの仕事の方が多いですで1日目に喋ってたこの太田さんなんですけども実は僕の前職の同僚でもあります 太田さんが学生インターンとして前職に来てたときのメンターが実は僕だったんで、個人的にいろいろ感慨深いものがあります。でそして OpenAPI3 っていう割と似ている発表内容だったんで、インディメーターもでも感じておりましたで。すごい勝手な解釈なんですけども、OpenAPI って光の API だと思っています。光り輝く未来があると思っています。しかし僕のトークは闇の API の話です。今あるつらい現実と戦うための話です。 で、今回のトークのゴールは、失敗しない API クライアントの作り方です。API クライアント開発における良い,い設計とベストプラクティスを持ち帰ってもらいたいですで。API クライアントの設計やベストプラクティスっていうのは、API クライアントじゃない普通の GEM 開発にも通じるものがあるので、普通の GEM 開発においても知見を持ち帰ってもらえると思っています。 今回のアジェンダは、まあ、この4つになりまして、まずどうして API クライアントを作るのか、そして API クライアントの責務と、僕が作った API クライアントと、まあ、その中のいくつかのチップの紹介、あと API クライアントの開発における7つのグッドパターンについて話していきます。で今回話すのはこの赤丸で囲んだ API クライアントの部分です。自分がアプリを使って 作った時に組み込む GEM の話をします。逆に言うと、それ以外の話はほとんどと言っていいほどしません。で、今回しゃべらないことなんですけども、今回はオープン API とかマイクロサービスといった新しい技術については話しません。あと API を提供しているサーバーの話もしません。あとプロトコルバッファーのようにリクエストとレスポンスがテキストでないような形式のレスポンスの話もしません。また Web 以外の API の話もし,もしません。 今回の発表で API クライアントって言葉が何度も登場するんですけども、これらは全部 Web の API クライアントのことです。で、最初になぜ API クライアントを作るのかということについて話していきます。API クライアントを作る理由なんですけども、まず縦軸の、まあ、自分が作った Web サービスの API クライアントなのか、それとも他の人が作った Web サービスの API のクライアントなのか、 で、この自分っていうのは、ま、個人が作ったウェブサービスだったり、まあ、自分がその会社に所属して、まあ、その会社が作ったウェブサービスの、ま、両方のことを指します。で、横軸で今度は、ま、パブリックのサービスなのか、プライベートのサービスなのか。で、この二軸を組み合わせた経緯4つに関して、API クライアントを作る理由についてそれぞれ話していきます。まず自分が作ったパブリックなウェブサービスの API クライアントについて話していきます。そのメリットなんですけども、 それはオフィシャルの API クライアントだということです。API を使うユーザーっていうのは、オフィシャルの API クライアントが提供されていれば API を使うユーザーは、まあ、どの API クライアントを使えばいいか迷わないです。例えば GitHub がメンテしている Octokit、ok、NewRelic がメンテしている NewRelicRPM、Sentry がメンテしている Relic などのジェブが挙げられます。これらは公式がメンテしているという安心感があります。 デメリットなんですけども API を使う人にとっては公式ジェムがあるのとすごい楽なんですけどもただ API を提供する側にとってはたくさんの言語で API クライアントを作ってそれをメンティーし続けるのは非常に大変ですと次は自分が作ったプライベートな Web サービスの API に対する API クライアントについて話していきますわかりやすい例を挙げると社内の Web サービスのに対する API クライアントで この場合、API のすべてのユーザーは同じ社内という想定です。API を作るときに、クライアントジェムも提供しておくと、社内のそ自社のサービスへの導入がスムーズになるというメリットがあります。例えば API だけ作って、サービス側になんかこの API を使えるように、あとはいい感じに欲しくってやるよりは、まあ、このジェムをなんか入れといてってやるより、やったり、あとまあジェムを入れたプルリクを投げておく方が、社内的に円滑に進むケースの方が多いです。 特に同じ社内であれば言語もある程度統一されていると思うんで、まあ、さっきのファブリックなやつに比べたら API クライアントも作りやすいかなと思っています。また API を作った人間が仕様を一番理解しているはずなので、同じ人が API クライアントを作るのが適切だし、理にかなっています。実際に API を使うことでバグとか、あと API 自体の使いがつらい箇所も見えてくるため、ドックフリング的な側面もあります。 次に他の人が作ったパブリックなウェブサービスの API クライアントについて話していきます。特に Twitter とか Facebook とかメジャーなやつに関しては自分が作る前に他の人が大体作っていることが多いです。詳しくは rubygems.org で検索してみてくださいで。さっきの話にも通じますけども、公式が提供している Gem があるんならそれを使った方が良いです。しかし勉強のための車輪の再開,再開発だったり、 リースばかり、リースされたばかりのサービスだったり、あとマイナーなサービスっていうのは自分で API クライアントを作ることにあると思います。最後に他の人が作ったプライベートなウェブサービスの API クライアントについて話していきます。いわゆる B2B 系の業務系の API です、まあ。プライベートなサービスなので API クライアントも OSS で公開されたいので、こういうのは自分で作る必要が出てきます。 ちなみに僕はいろいろ業務系の API のリファレンスをたくさん読んできましたけれども、その中で一番よく使われていたのは Excel でした。でまあ、次に PDF のドキュメントが多かったです。まあ、もちろん、SWAG なんてものはありませんでした。まあ、そういった意味で闇の API の話ですで。この手の業務系の API クライアントの場合、API を利用するアプリのリポジトリに API クライアントを作るのか、あと、 外部のジ務ムとして API クライアントを作るのかっていう、まあ、どこに API クライアントを実装するのかっていう悩ましい問題があります。自分はアプリのアップ配下だったり、リブの配下だったり、API クライアントを作っているケースを今までにたくさん見てきました。しかし、一個のアプリからしか使わない場合でもジム化するべきだと思っています。その理由なんですけども、もしアプリのアップとかリブの配下に API クライアントを作った場合のデメリットは見つけ結合になるところです。 この三つ結合っていうのは二つの側面があって、一個目が API クライアントなのに間接的にアプリの本体に依存してしまう実装が三つ結合な側面と、API のクライアントの更新をしたいだけなのにアプリのリースサイクルに組み込まれてしまうリースサイクルが三つ結合な側面があります。で、もう一個のデメリットは CI するのが大変なところです。API クライアントの部分だけテストしたいのに、まあ、CI では結局まあ、 すべてのテストスイートを流す必要が出てきます。特にアプリのテストっていうのは長くなりがちで E2E、e、テストも含めれば1時間超えるというのもよくあることでしょう。自分はなんか API クライアントの修正だけして、まあ、とっととプルディックマージしたいのに、なんか他のテストが全然終わらないんで、まあ、それをずっと待つのは結構たいきついものだと思います。それに対して GEM として切り出した場合のメリットなんですけども、 ジェムとして切り出すことでアプリ本体と疎結合にあること,というのがあります。またコードベースが小さいのでメンテしやすく CI が早く終わります。あと単独のジェムだとアプリの要件を入れずに済むので非常にシンプルな作りになります。次に API クライアントの責務について話していきます。 API クライアントの責務は一言で言うと単一責任の原則です。API クライアントの責務は対象の API を対象の言語で使いやすくすることです。たと例えば Twitter の API を Ruby で使いやすくするのが Twitter API クライアントのジ,ジェムです。API の実行に直接必要のない機能を盛り込むと API の使用変更に追従しづらくなります。で次に何を API クライアントで作るのか、何を API クライアントで作らないかについて話していきます。 API クライアントで作るべきものはこれらになります。で、これらを一個ずつ説明していきます。まず、まず一個目で、まあ、API クライアントで作るべき機能はパラメータの変換機能です。Ruby の世界では日付はデート型で扱いたいし、タイムスタンプはタイム型で扱いたいっていうのはごく自然な発想だと思います。しかし、HTTP の世界では大半の場合、文字列に変換する人が出てきます。 しかもその形式は API によって変わり、まあ、日付1個取ってもハイフン区切りだったり、スラッシュ区切りだったり、たりまあ、様々です。また Ruby の変数はスネークケースですけれども、叩く API によってまあキャメルケースとかに変換するケースもあるでしょう。そういう Ruby の世界から HTTP の世界に橋渡りをする役目は API クライアントの責務です。<laughs> API クライアントで作るべき機能の2つ目なんですけれども、それは API が返してくる各エラーコードを Ruby の各エラララークラスにラップしてあげることです。API がエラーを起こしたときにレス、API のレスポンスのボディにエラーコードが返ってくることが多いです。API クライアント側で独自のエラークラスにラップしてあげた方が、まあ、アプリ側のレスキューデスク、捕まえやすいというメリットがあります。実際のサンプルコードはこういうのです。 ここではファラデーっていうジェムを使っているんですけども、ファラデーでエラ,エラーになるとファラデークライエントエラーを投げるんですけども、こいつをアプリケーションのレイヤーまで伝播させるとエラーのハンドリングがやりづらいんで、僕はよくこういうラップをやっています。ジェムの利用が、だとまあこういう感じに、いい感じになんかレスキューで各エラーをまあ捕まえられるようになりました。さっきみたいなファラデークライエントエラーだけをなんか投げ,れて投げられている場合よりも、こっちの方が、まあ 個別のエラーを捕まえやすいというメリットがあります。でこのように Yield を使ってメソッドを注視してリファクタリングすることは、リファクタリングルビーエーションという本,本にエクストラクトサウンディングメソッド、で日本語版の本だと、まあ、サンドイッチメソッドの抽出として紹介されています。この本は他にもいろんなリファクタリングの手法が載っていておすすめなので、もし読んでない人は読んでみてください。 API クライアントで作る機能の3つ目なんですけども、それはアクセストークンを自動更新するような仕組みです。o f e 2だとアクセストークンの有効金が切れたときに、リフレッシュトークンで更新する必要が出てきます。 でアクセストークン切れのエラーが起きたときに、まあ、トークンリフェッシュを行いつつ、いい感じに API をリトライして実行し、かつなんかユーザーのアクセストークンがデータベースに保存されているのであれば、対応するデータベースのカルムを更新するっていう処理、僕はよくやってるんですけども、まあ、この手の定型的な処理は、アプリ側でなく API クライアント側で隠蔽してあげた方が利用者側で作り込む必要がなくなるんで、非常に使い勝手のいいジェムになります。で僕はよくこういう処理を書きます。 レ i ルズであればユーザーからたどれるようなモデルに実装するのがいいと思っていますで。ユーザーに、ユーザーモデルに直接アクセストークンとかリフレッシュトークンとかのカラムを持たせるか、そういったモデルを分けるかどうかはケースバイケースです。で API クライアントの GEM の機能として持たせたい場合には間違いなくこのスライドに書いてあるようなモデルを分割する方がいいです。 僕は実際に API クライアントの部分と、あと認証用のエンドポイントの部分を1個にまとめた Rails のマウンタブルエンジンのジェムを作ったことがありますで。この手の実装はよくやるんで、ジェム化して汎用化したい思いは長年思,い思ってはいるんですけども、そうするとなんかオムニオースみたいにプラガブルにする必要が出てきて、ちょっと設計の難易度が高くて、今のところちょっとまだやれていないです。で次に API クライアントで作るべきではないものについて話していきます。でこれらを1個ずつ話していきます。 API クライアントで作るべきではない機能の1個目は、API のレスポンスを一定時間キャッシュするような仕組みです。これはやりがちなんですけども、僕はやるべきではないと思っています。例えば API のレスポンスを一定時間メムキャッシュ D に保存したいという要望が出てくるとします。そうすると API クライアントの側にメムキャッシュ D への依存とまあ設定が必要になってきます。しかし、レスポンスのキャッシュをしたくないアプリにとってはこれは完全に不要です。また、メムキャッシュ D があるんだから、 ま、レースを使いたいっていう要望も当然出てきます。で、そのような場合、メムキャッシュ D とレースの部分をなんか抽象化するようなプロバイダー的なものの設定化しているようになってきます。で、そんなこんなで汎用化のために複雑な実装になって、最終的にメンテが辛くなります。で、はっきり言って、これはま、単一責任の原則に違反しています。で、そもそもこう、このようなキャッシングっていうのはアプリ側の要件なので、クライアント側ではなくアプリ側に作るべきです。 API クライアントで作るべきではない機能の二つ目は、それはリクエストパラメータのバリデーションです。でリクエストパラメータが正しいかどうかっていうのは API サーバーしか知らないんで、クライアント側でチェックすべきではないからです。しかし、必須なパラメータのチェックとか、あと空白、パラメータの空白チェックぐらいは API クライアント側でやってもいいと思うんで、ケースバイケースです。で、この後の話にも出てくるんですけども、必須なパラメータは required keyword argument を使うと Ruby 上で表現することができます。 また API の提供元がスキーマファイルを提供していて、まあ、そ,のその中にリゲストパラメータが定起されているのであれば、クライアントサイドでバリダイションをかけるのもありだと思っています。次に僕が今までに作った API クライアントとそのチップスについて紹介していきたいと思います。 OSS もたくさん API クライアントを作っているんですけども、実感の関係でこの2個だけ紹介します。まずは PixelR というジェムです。PixelR ジェムは PixelR という Web サービスの API クライアントです。PixelR っていうのはな GitHub のような草を自由に生やせるサービスです。PixelR で,ピクセラでまあ実際に僕のスイート数を草化したものがこれになります。 で、色が濃いところがツイートの多かった日で色、色の薄い日がツイートの少なかった日です。で、ツイッターで僕をフォローしている人ならわかると思うんですけども、僕は基本的に日曜日のツイートが多いです。<laughs> なので上の方がほぼ色が濃いです。で、右下の部分に当たるのがルビー会議の1日目と2日目で、この辺もツイート数が多いんで色が濃いです。で、ピクセラはまあ去年の10月14日にリリースされました。 で、僕はその翌日に GEM を作って公開しました。世界最速の爆速公開です。で、この GEM を作るときに意識したことなんですけども、それは引数が1個とか2個しかない場合でもなるべくキーワード引数を利用するようにしたことです。これは出たばっかりのサービスで今後どんな風に仕様が変わるかわかんなくて未知数だったんで、後からパラメータが増えても GEM 側のインターフェースが辛くならないように、まあ、引数1、2個だけでもキーワード引数を駆使しました。 具体的な例を挙げ、挙げます。ピクセラ1.3.0で、ある API にモードというパラメータが追加されました。もし僕が普通の引数のメソッドで作っていたら、こんな風な修正になっていたでしょう。これでも可読性は問題ないし、修正内容も妥当そうに見えますけども、利用者側から見る,見ると、引数の順番を間違う可能性が出てきます。また、第1引数のグラフ ID と第3引数のモードだけ渡したいような場合に、 第二引数のデートを明示的にニルで渡す必要が出てくるんでちょっと不便です。しかし僕は最初からキーワード引数として作ってたんでこんな修正になりました。これだとさっきのように引数の順番迷わないしグラフ ID とモードだけ使いたいような場合に余計にデートを書くということがなくなります。このように引数が少なくても最初からキーワード引数を使うことで急に引数が増えても辛くない感じになります。 次に紹介するのがチャットワークル r u b y というジムです。これはチャットワークル r u b y というサービスの API クライアントです。これはもともと Ruby 会議のオーガナイザーの一人でもあるアソナスさんが作られたジムなんですけども、プルリクを遅れまくってたら気づいたらメンテナーになってました。余談ですが、まあ、プルリクを遅れまくってたらメンテナーになってた系の OSS、他にもたくさんあります。 この GEM での工夫点なんですけども、API の公式のスキーマファイルをテストコードで使っていることです。チャットワークの API のスキーマファイルはラムルなんですけども、このラムルは GitHub で公開されています。で、このラムルのリポジトリを GEM のリポジトリにサブモジュールとして追加することで、GEM のテストコードからスキーマファイルを使えるようにしています。実際のテストコードはこんな感じです。 before のスタブチャットワークリクエストの部分で,スキ,マでスキーマで定義されているリクエストを要求するようなスタブを動的に生成して it behave strike の部分でスキーマに書かれている戻り値を元にレスポンスが正しく取れているかを検証するテストコードを動的生成しています詳しくは下記のリンクにある GitHub のリンクを後で見てくださいその他 OSS になっていない GEM としては 社内のサービスの API を叩く API クライアントだったり、あと業務で使う外部のサービスの API クライアントだったりっていうのを大体10個ぐらい作ってきたと思います。最後は API クライアントの開発における7つのグッドパターンについて話していきます。 ここでは僕が今までになんか API クライアントを作るときに何を考えてきたのか、まあこれをなるずピックアップして紹介していきたいと思います。まず1個目は依存をなるべく少なく保つです。余計な Gem を追加するとアプリ側ではその Gem をアップデートするコストが発生するんで、ランタイムディペンデンシーはなるべく少ない方がいいです。特にゲットだけするようなシンプルな API クライアントの場合、Ruby に標準で入っている OpenURI だけで十分なことが多いです。 二つ目はファラデーは銀の弾丸です。さっき依存を少なく保つのがいいという話をしましたけども、とはいえクラッド全部やるときに Ruby で標準で入っている NetHttp だけ使うと結構コードが上長になりがちです。で、そんな場合、まあ、僕はなんか全部クラッド全部やりたいような場合、迷わずファラデーっていうジェムを使います。で、ファラデーを使うとクラッド全部使うようなパターンの API クライアントが非常に作りやすいです。他に、まあ、ファラデーでいいところなんですけども、 ファラデーはリクエストとかレスポンスがプラガブルなので特殊な係数に対応しやすいというのがあります。で、このファラデーのプラグインの機構が実際に役に立った事例を紹介します。僕がある API クライアントを作ってたときに API のあるエンドポイントが文字列で true と false を返してきました。で、同じ API の他のパスはなんか全部 JSON 返してきたのに、なぜかブーリアン系のパスだけ JSON じゃない true と false を返してくると面白い仕様でした。 こいつはまあ普通に JSON に来るんで欲しかったって思いしかないです。で、こいつを普通に扱おうとすると Ruby の行動中で文字列の true や false を扱う必要が出てくるんで割と厳しい感じになります。普通に実装するとこんな風になります。ちょっとわかりづらいですけども文字列の、文字列の true が返ってきてます。で、しかし僕はこの時ファ,ファラデイブーリアンというゲームを作りました。 これは API のレスポンスのボディが文字列の true とか false だったときに自動的に Ruby の新規値としての true クラス、false クラスに変換するシンプルなジムですで。上の方のレスポンスブーリアンっていうのをたった一行す追加するだけで、レスポンスが Ruby の世界で扱いやすい形式になりました。そして複雑的な効果として API のクライアントは社内ジェムとしてクローズドなんですけども、このプラグインの部分だけ OS として公開することができました。 三つ目は主題を目立たせるです。この CreateMessage っていうメソッドなんですけども、名前からしてメッセージを投稿するようなメソッドなんですけども、その割には引数が5つもあります。オース系の API だと API を呼び出すのにコンシューマーキーとかアクセスオークが必要なんだろうけども、まあ、とはいえメソッドの引数で毎回こいつではあまり渡したくないです。で API の呼び出しで必要な変数っていうのは主に2種類あって、 1>, 1個目は認証情報のようにどのエンドポイントでも使われる共通の変数。2つ目はそのエンドポイントのみで使われる変数。僕はよくその後者の部分をそのエンドポイントの主題とか主役とかって呼んでます。で、認証情報のように API のどのエンドポイントでも使うものはインスタンス変数ともして持っておいて、その他共通化できないものはメソッドの引数にするっていうのを僕はやります。 で、こうすることで、クリエイトメッセージの引数が5つから1つになって非常にスッキリしました。4つ目は、発止の引数よりも、キーワード引数を好むです。左側が Ruby 1.9ベースのシンタックスで、右側が Ruby 2.1以降で使えるシンタックスです。API のクライアントだと、左側の発止の引数が使われているケース、よく見かけるんですけども、僕は あえて右側のキーワード奇数の方を使うようにします。で、この理由なんですけども、キーワード引数を使った方がどんな引数を渡せばいいのか、メソッドの定義を見るだけで自明なのでコーディングしやすいというのがあります。また、キーワード引数だと受け取れない引数を渡したときにエラーになるんでそ、そこはテストで検出できます。また、リクワイアードキーワードアギメントを使うことで、ないと困る必須な引数と、なくてもいい任意の引数を Ruby のコード上で表現できるんで、わかりやすくなります。 しかし API の引数が頻繁に更新されて、Gem のアップデートの手間を省けしないんであれば、ハッシュの引数を使うのもありかなと思っています。5つ目はパラメータオブジェクトの導入です。さっきキーワード引数を推奨しましたけども、とはいえ引数が10個以上とかになると、割とキーワード引数でもきつい感じになります。 特に API の仕様で、ハッシュの配列をメソッドの引数に渡す必要が出てくると、コメントで引数の説明を書くのが非常に大変です。また、ハッシュのありえだと、シュの要素の一部分だけが必須ということが Ruby のコード上で表現することができません。ちなみに僕が今までに開発に関わったケースだと、こっからさらに XML に変換して送信するということをやってましたで。そんな場合にはパラメータオブジェクトの導入を検討した方がいいです。 パラメータオブジェクトっていうのはそのメソッドの引数専用のクラスを作ることです。Java でいうところの DTO みたいなものですで。マッツは型が嫌いですが僕は型が大好きです。Go だけに <laughs> で。パラメータオブジェクトの導入をしたことによってコメントの型を読むだけで引数に何を渡せばいいのか一発でわかるっていうのと 今回 CreateContentRequest っていうパラメータオブジェクトを作ったんですけども、そのクラスに対して XML に変換するための前処理用のメソッドを定義することができましたで。パラメータオブジェクトのメリットなんですけども、それはパラメータのオブジェクト自身にさっき,さっきのような変換メソッドを持たせることができることですでメ。パラメータオブジェクトにメソッドを持たせることによって、パラメータオブジェクト自身のテストも書けるようになります。 またコメントが書きやすく読みやすくなります。さっきの話にあったコメントが書きづらいという問題に関しては、パラメータオブジェクト側にコメントを書くことで解決します。Ruby でメソッドリファレンスを書くツールとして Yard が非常にメジャーですけども、Yard でコメントを書きやすくなるかどうかがパラメータオブジェクトを導入する判断ポイントになると思っています。ちなみにこのリファクタリングの手法もさっきのリファクタリング Ruby エディションに載っています。 6つ目はメソッドアクセスしやすいレスポンスです。左がレスポンスの要素をハッシュで取得して、右側がレスポンスの要素をメソッドで取得しています。完全な主観なんですけども、右の方が Ruby っぽいコードだと思います。メソッドアクセスできると、左のような、このマップのような感じになんか、マップのコードが短くなるんで嬉しいケースが多いです。 ファラデーだとファラデーミドルェアというジェムに入っているマッチファイというモジュールを使うだけでさっきのようなメソッドでアクセスできるレスポンスを作れるようになります最後はカールは万国共通語です Ruby 会議なのに最後にカールの話をします <laughs> API クライアントを作っている最中に API の不具合とかあと不明点のために API を提供しているサービスに問い合わせるってことがよくあると思います その場合になんか自分がどんなリクエストを投げたのかメールとかだとフォーラムとかでサンプルコードを書くと思うんですけどもその場合になんか API の提供者が Ruby を知っているとは限らないしあと API ではなく言語とかライブラリ依存の使用とかバグかもしれません、まあ、そういうわけでサンプルコードを Ruby で送ることは必ずしも適切ではありませんでそこでなぜ CARL を使うべきなのかというと CARL っていうのは特定のプログラミング言語に依存しないからです あと、カーラーワンナイナーでコンテキストすべて表現できるので、レポーティングに向いていますで。API のレスポンスが JSON の場合、JQ という JSON のフォーマットツールに加わせることによって、JSON が成形されるので、レスポンスが読みやすくなります。僕はよくこの手法でレポートしています。Mac 限定になりますけども、さっき さっきのやつにさらに PD コピーを組み合わせることによって API の実行結果を即クリップボードにコピーできるんで、まあ、地味に便利ですで。ただ毎回手でカールの文を組み立てるのは大変なんでパラデーカールというジェムを使っよく使っています。自分の API クライアントだとデバッコンフィグにデバッグ用のオプションを用意しておいてそれが有効になっていた場合のみなんかカー,ルにカールのログを吐くような感じにしていますで。本番以外はこの デバッグログを全部入れておいて、開発環境の API でもしなんか変な挙動になったときは、そのカールのログを元に API を作っているプロバイダーに問い合わせとかをよくやっております。で、実際にファラデーカールを使った例がこれで、Ruby のメソッドを読んだときに、下になんかカールのログがいい感じに出てます。便利。最後にまとめます。API クライアントを作るにはたくさんの理由があります。 単一責任の原則に従っていれば API クライアントの責務は保たれます。あと僕の API クライアントにおけるチップスを紹介しました。API クライアント開発における7つのグッドパターンを紹介しました。あとリファクタリングルビーレーションみんな読んでください。出演まではありません。皆さんもどんどん API クライアントをたくさん作っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。